今回は金沢市が野々市市と内灘町を合併すると最強の70万未満都市になる説の動画をお送りしていきます。最強の中核市の一角の中では人口最小の金沢市、以前多少無理な妄想合併により政令市級に格取りさせる動画企画をやりました。概要欄参照です。がそもそも比較対戦で強さを見せるだけなら大合併は必要ないため、今回は特に近郊の野々市市と内灘町のみを金沢市に妄想合併させた小さな拡張金沢市でも政令市の静岡市及び中核最強クラスの船橋市、鹿児島市、姫路市、宇都宮市相手にも実証差を見せることができるのかを検証していきます。人口だけでは測れない様々な都市データをランダムに対戦させる農業商工の10連戦で実証していきます。1試合目、農業講師は静岡市の競り勝ち、製造業ラフ化活躍は静岡市が高い、建築床面積は拡張金沢市の僅差勝ち、サービス業売上は静岡市が高い、製造品出荷額は静岡市の競り勝ち、人口増加率は船橋市が異次元、静岡市の快勝です。15点差の2位は拡張金沢市、製造業最強の静岡市はサービス業農業交渉を取って圧勝、拡張金沢市も建築床面積で圧倒し2位争いを制しています。2試合目、運郵便業売上は静岡市の勝利、卸売業従業員数は静岡市の競り勝ち、小売業売り場面積は静岡市の競り勝ち、年商人口比は姫路市の競り勝ち、中間人口密度は船橋市が圧倒的、建物火災の少なさは拡張金沢市、拡張金沢市の競り勝ち、3点差の2位は静岡市、建物火災の少なさに加え商業や昼間人口密度なども前線したことで拡張金沢市は接戦を制しています。3試合目、商業従業員数は静岡市が高い、推薦人口比は拡張金沢市の競り勝ち、地方税は静岡市が高い、経常収支率は姫路市、中間人口比は拡張金沢市の競り勝ち、課税対象所得は船橋市の僅差勝ち、拡張金沢市の勝利、5点差の2位は静岡市、拡張金沢市が昼夜人口比の高さ、推薦人口比の高さで勝利、商業や地方税の静岡市は2位でした。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算していきます。拡張金沢市は好調スタート、静岡市も好調、鹿児島市は苦しい序盤です。4試合目、複合サービス業売上はデータが足りません、ゴミのリサイクル率は船橋市が高い、工業売上はデータ不足、小売点数は静岡市が高い、実質交際比率は船橋市、位置数は鹿児島市の僅差勝ち、静岡市と鹿児島市は揃っての勝利です。わずか1点差の3位は船橋市、位置数で圧倒した鹿児島市と小売点数の静岡市が勝利、実質交際比率とゴミのリサイクル率の船橋市は惜しい戦いでした。5試合目、家事内昼間人口密度は船橋市が強い、製造業現金給与総額は姫路市が高い、家事内人口密度は船橋市が圧倒的、農業産出額は鹿児島市が高い、一般診療所数は静岡市の競り勝ち、学術研究業売上は静岡市が高い、静岡市の競り勝ちです。わずか1点差の2位は鹿児島市、学術研究業売上と一般診療所数の静岡市が農業産出額の鹿児島市に僅差勝ち、拡張金沢市は3位止まりでした。第5試合終了時点の順位、首位浮上した静岡市、拡張金沢市を2位で、3位との差は大きい、その3位争いには鹿児島市が急浮上しています。6試合目、地方税は静岡市が高い、飲食店数は静岡市の競り勝ち、小売業年間商品販売額は静岡市が高い、小売業売り場面積は静岡市の競り勝ち、人口増加率は船橋市が異次元、1万人当たりの建物火災の少なさは船橋市、静岡市の快勝です。13点差の2位は拡張金沢市、政令市の静岡市は商業でも格の違いを見せる快勝、拡張金沢市も他の中核市を上回る2位を確保しています。第6試合終了時点の順位、首位静岡市、2位金沢市は無風状態、3位争いには船橋市が浮上しています。7試合目、地下診療所数は鹿児島市の僅差勝ち、中間人口密度は船橋市が圧倒的、商業年間商品販売額は静岡市の僅差勝ち、商業従業員数は静岡市が高い、工業売上はデータが足りません、建物火災の少なさは拡張金沢市、拡張金沢市の僅差勝ちです。わずか1点差の2位は静岡市、建物火災の少なさと商業が中核最強で中間人口密度の高めの拡張金沢市が競り勝っています。第7試合終了時点の順位、拡張金沢市が首位静岡市との勝ち点差を12に縮めています。中核市では姫路市が厳しい戦いが続いています。8試合目、年商人口比は姫路市の競り勝ち、
建築工事費は拡張緩和市の競り勝ち、製造品出荷額は静岡市の競り勝ち、製造業従業者数は静岡市の競り勝ち、建築床面積は拡張緩和市の僅差勝ち、製造業現金給与総額は姫路が高い。姫路市の快勝です。 17.3 の2位は静岡市。年商人口比と製造業現金給与総額で姫路市が勝利。建築工事費と床面積の拡張緩和市は3位でした。第8試合終了時点の陣、姫路市が最下位脱出に成功、代わりに宇都宮市が6位に後退です。9試合目、年商人口は船橋市の競り勝ち、中間人口比は拡張緩和市の競り勝ち、情報通信業売上は拡張緩和市の勝利、製造業アーフ価格額は静岡市が高い、サービス業売上は静岡市が高い。加重地人口密度は船橋市が圧倒的、静岡市が接戦を制しています。3点差の2位は拡張緩和市。中間人口比に加え情報通信業売上でも圧勝の拡張緩和市でしたが、製造業アーフ価格額とサービス業の静岡市が勝利となっています。第9試合終了時点の陣、船橋市、鹿児島市、姫路市、宇都宮市の順位確定は次の最終戦に持ち越すことになります。最終戦、複合サービス業売上はデータ不足、中間人口密度は船橋市が圧倒的、工業売上はデータ不足、商業従業員数は静岡市が高い、財政力指数は宇都宮市の競り勝ち、実質交際比率は船橋市、船橋市の勝利、6点差の2位は宇都宮市。中間人口密度の圧勝に加えて実質交際比率や財政項目も優秀な船橋市の勝利となりました。全10試合の最終結果が出ました。静岡市勝ち点82、拡張金沢市勝ち点62、船橋市勝ち点37、宇都宮市勝ち点23、鹿児島市勝ち点23、姫路市勝ち点19。5回1位の静岡市が商業も製造業も制する形で余裕の優勝となりました。政令市の強さを見せた格好に、拡張金沢市は3回1位を取るなど中核市勢では圧倒的な強さを見せ余裕の2位でした。産業分野で上を行く静岡市が入っても東海道1位が揺るがない船橋市が組み合わせ的に優位になり余裕の3位。4位争いに圧倒的強みがなく苦戦したものの最後に宇都宮市が滑り込んでいます。鹿児島市はスケールメリットもなく惜しくも5位、姫路市は製造業や財政で加点できず6位でした。金沢市に野々市と内灘町を妄想合併させた拡張金沢市は人口55万人の中核市としては異例の強さがあることが証明できたと思いますが、政令市の静岡市には届かないという結果になりました。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつこの動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。また動画の感想コメントやリクエストもお待ちしております。リクエストについてはリクエストであることを明記していただけると助かります。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。